皆さん、Good morning! ミッキーのミラクルハッピーデイ始まります。今日はですね、前回質問がたくさん来てたので、うん、歌うことで健康にどんな効果があるんですかというね、先週に引き続きね、お答えしていきたいなと思っています。それでは、レイカさん。はい。まず歌うことで、レイカさんもずっと長いこと歌ってるでしょ、うんね、ボイスサークルもねずっと ボイスレッスンを通ってるんですけども、通っていて、あ、こういういいことがあったな、まあ、健康以外でもいいよあったら教えてください。いいこと、はい、よかったなと思うことかな。歌をレッスン受けてよかったなという、あ、お演技が広がったとかそんな感じで、そう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 、はちょっとある、ちょっとある、うん、ちょっとだけはいはい、いいよいいよ、正直に、はい、うん、どうぞ。なんかこの通い出した時よりは、はい、このお演技が広がったかなっては思います。はい、最初来た時はね、高音域がね、うん、特にレーミーあたりね、オクターブへのねレミあたりからちょっと、そうですね、声がかすれていたと、うん、あとはひっくり返るね、声が裏返るね、うん、今もちょっと課題だねそこね、うんうん、もうミックスボイスをね使えるようになるといいですね。今はもう地声と裏声が ね、うん、すぐ切り替えてしまうというところが、うん、まあでもそこはあれよ、それをモチーフなんて言いますかね、自分のねの特徴だと捉えている歌手の方もいっぱいいるので、うん、別に悪いことではない、ただできたらいいねっていうこと、うん、ね、両方できればいいじゃん、うんうん、そういうことですね。まあ健康に関してはゆかさん風邪ひく？あんまひかないです。あんまりひかないよね。そうなんですよ私も実はそうなんですけども、うん、まあ歌うことで、まあ、健康にどんなけね、効果があるのということなので、それちょっとお答えしていきたいなと思います、はいはい、まず免疫力がアップする、うん、ね、今言ったような、まあ、基礎代謝が良くなるのもあるんだけどね、うん、歌うとほらなんていうの、心拍数も上がるし、うん、ね、それから右脳と左脳のこのバランスね、うんうん、バランス、ストレスとあら負荷がかかるでしょ、うん、歌うということでちょっと緊張するよね、うん、特に人前で歌うとかいう時はね。でも歌い終わったらほら中小祭で中小祭中部商業のね、うん、中小祭で歌った時はどんな感じだった？は、まあ、歌う前とか歌ってる時緊張するんですけど、うん、じゃ終わったら解放とか、うん、達成感とか、達成感あるよね、うん、それが安堵感になってね、うん、そのなんていうのかな、微妙なこのストレス、うん、あんまり強いストレスはダメよ、うん、だけどもこのストレスというのは全部が悪いわけじゃなくて、うん、活性化するために、うん、まあ、体の循環を良くするためには多少はいいと言われています、うん、すいませんバック音を下げてすぎます、すいませんごめんなさい。はい、それから気管支喘息の改善、うん、喘息でね、ちょっと夜になると咳込むんですけど先生、歌はちょっと無理じゃないですかねっておっしゃる、ね、方もいらっしゃるんですね、うん、その時にはいやそんなこと逆ですよと、うん、まあ、なんて言いますか、スイミングなんかもそうですよね、うん、スイミングと呼吸大事でしょ、うん、ね、喘息に悪いような感じするけれども、うん、逆でしょ、うん、うちの弟も小児喘息だったんですけど、うん、スイミングずっと通ってて良くなったからね、で歌もやっぱり歌うと気管支が広がるのでね、うん、新鮮な酸素でアレルゲンを排除するっていう効果があるそうなんですよ、うん、だからすごく歌うということはね、気管支喘息の改善にもつながる、うん、それから胃腸の調子が良くなるということもあります、うん、ね、感情を込めて歌ってこそストレスが解消されると言われています、うん、ね、ストレス先ほども言いましたけどね、いいストレスと悪いストレスがあるわけよね、うん、
例えば犯人に何かあの恐ろしい脅迫犯人に追われて、うん、追っかけられてっていうのは、うん、すごい悪い人ですよね。です、うん、でも好きな歌はね、うん、歌うとか、またあのピアノ演奏するでもいいよ、うん、ギターを弾くでもいいね、うん、そういうのっていうの好きなものだからね、あのとてもいいストレスなんです、うん、だからストレスにも私は2種類あるんじゃないかなと思います、それからですね、うつ病ってあの分かる、うつ、そううつってね、そうって言ったらもう、うん、なんていうのかな、異常にこう元気、うん、異常に、うん、元気元気というのかな、落ち着きがないことかな、あ、まあ、病気のそうっていうのはね、うん、でうつはもう逆、病んでるみたいな感じですね。そう、何にもやる気が起こらないみたいな感じなんですけど、うん、それは声を出すことで積極的になるそうです。特にね、あの年を重ねた高齢の方たちはね、うん、あの若い頃のね、うん、歌、回想って言うんだけど、思い、うん、思い出す、二十歳の時にあの曲流行ってたよねってね、うん、そういう思いで若返るそうです、うん、だからうつ病にも効果があるわけですね。それからアンチエイジングって言葉聞いたことありますか？聞いたことはあります。意味は分からない、うん、意味は分からない、うん、はははとか言ってアンチエイジングは若返る、うん、若返るね、若さを保つ、うん、まあ、アンチエイジング、老化防止、ね、にもなるということですね、うん、それから先ほど言いましたように風邪、自律神経に刺激を与えることで免疫力が高まるので風邪に、風邪の予防にもなる、うん、今ね、インフルエンザとか、ね、うん、流行ってますよね、うん、まあ、なんて言いますかね、うん、そういうことでね、あの免疫力が、下がる、また季節の変わり目ってほら温度、うん、温度差があるでしょ、うん、その 温度差に、ね、対応できなくて、うん、あの免疫力が下がってしまうというね、だからそれにもやっぱあの自律神経にね刺激を与えるというこの歌は、うん、とても効果的だと言われてますね、歌うことがね。それから腰痛、腰、さあ腰痛は腰だよね、うん、お腹じゃないよ、うん、お尻でもね、腰とか言って、腹式呼吸によって腹筋や背筋が強くなる、うん、はい、あのボイスの先生ほらあなたにストレッチさせるでしょ、うん、ね、あれはあの腹式呼吸のためのね、筋肉を柔らげて、うん、ね、歌っていただくためもあるんですよ、うん、ね、まあね、次です。自律神経失調症って聞いたことある？ないです、うん、これがまさしくさっき言ったあのバランスね、うん、自律神経ね、バランス、あのストレスとまたね、緩和っていうね、これの、うん、バランスが緊張とリラックスの適度の刺激が自律神経を整えるということですね。それから、まあ、先ほど言いましたようにストレスをかけたらいいよって言ったけど、ストレス解消にもなるわけ、うん、ね、ま、真逆の言葉だけどね、うんうん、歌は副交感神経を刺激し緊張の、ね、連鎖を解き放つと、うん、ね、すごいね、うんうん、はい、次、更年期障害って聞いたことありますか？あ、なんだろう、聞いたことある、え、若いのにとか言って更年期障害というのは先生の年頃から発生することもある。あ、最近はね30代の若い人もね、うん、あのほらやっぱりほら昔みたいに、男性が働いて、うん、女性がお家にね、うんうん、お家での家事をするっていうのはもうなくなったでしょ、うん、もう最近はもう 両方がね、うん、お父さんもお母さんも共稼ぎって言いますけども、うん、あの両方で夫婦でね稼ぐという、うん、ということは男性と同じストレスがかかっているわけですよ、うんうんうん、そうすると更年期障害とかあらゆるこの免疫が下がってしまうのでね、うん、あのなんていうのかな、障害が出てくるというのかね、うん、まあ、この更年期障害の中にだーって汗かく、うん、えって暑くないのにっていう症状もあります、うんね、それから眠れない不眠症とかね、あ、それから、うん、イライラする、ほら、あ、生理の時のイライラみたいな感じ、うん、なんかずっと続くとか、また、さっき言ったうつ、あ、うつ、うん、これも更年期のね、あの症状の一つだと言われています、うんうん、まあね、感情をね、まあ、なんていうのかな、感情を抑えられないっていう感じですね、うん、だから情感を働かせば脳下垂体が刺激される。情感っていうのは歌う時に感情を込めて歌うでしょ、うん、ね、
その感情を込めて歌うっていうのがいいみたいですね。うん、次、不眠症、さっき言いましたけど、この更年期障害の中に入るんですけど、不眠症、ね、にも効果がある、ね。心身のリフレッシュと適度の疲れが眠りを誘うと。うんね、やっぱり少しやっぱり人間ね、あの何かに夢中になって、ね、うん、あの動くという、ね、この動くがないと、動の部分がないと疲れないから眠れないっていうこともあるわけね。うん、それから最後に頭痛。え、うん、頭痛、偏頭痛とか生理痛とか、いい、うん、頭痛、十分な酸素が頭の緊張を緩める、ね、呼吸いっぱいするでしょ、うん、歌うときに。それで頭痛が良くなると、うん、改善されるということなんです。こんなにたくさん効果があるんです歌わないのは損だね、うん、はい、それではここで一旦 CM をお送りしたいと思います。コメントが来てますね。ハイサイヌチワンさん、ヌチワンです。こんにちは大阪から聞いてますよ。ニヘデビル、ありがとうございます。それから緊張の連鎖ですねということでね、この方はルドルフ2006年さんかな、はい、コメントありがとうございます。はい、そうなんですよね。だから歌うということはね、ただ単にね、うん、まあ、楽しむということでもありますが、いろんな効果があるということですね、うん、はい。それではレイクさん、何質問が来てます、うん、質問が来てますね、はい、はいはい、よろしくお願いします。とカラオケに行くときは、はい、一人とグループどちらがいいですか。なるほど、はい、ちょっと貸して、はい、はい。ツイキャス、それから何でしたっけ、リスンラジオね、うん、を聞いてる方、 YouTube でも見れますからね、今動画ね、はい。どちらもメリットがありますよ、うん、一人で歌うときでもね、グループで歌うときでもね、まずグループで歌うと、さっき言った緊張とリラックスがあるわけね、うん、一人で歌うとね、緊張っていうのはね、しないね、はい。ということで、まあね、グループで歌った方が、うん、まあ体にはいいかな、うん、それから、一人で歌うと、ほら、難しいところとかをね、うん、自分でほら繰り返し練習できるので、そこはいいかなと思います、うん。ただしここには問題があります。カラオケ自体がとっても体にはいいんですけれども、うん、場所が悪い、ごめんなさい、こういったら、ま、申し訳ないけど窓ないでしょ、ない、うん、暗い中でね、まあひどい人によるとお茶系ね、お酒のことね、アルコール類、うん、それからタバコ吸いながら、うん、これ良くないんです実はね。タバコ吸わないで、お茶気も飲まないで、ね、ソフトドリンクでね、うん、まあ、歌われるならまだいいんですよ。で、空気が良くない ね、そこのところはちょっとカラオケハウスもね、うん、空気清浄機つけるなりね、あるとこありますよ、清浄機。あ、そうなの。あ、そうか。そういえばマイクもね、消毒してくれるからね、うん、最近の、まあ、カラオケハウスはすごく気配りができているのでね、いいと思いますよ、うんうん。ただし、例えばもっと上手になりたいとか、うん、ね、そういう仕事、ね、声を使う仕事に就きたいという方には、うん、ちょっとおすすめできません、うんうん。いや、カラオケがじゃないですよ、カラオケは大いに結構、ただここで学習するということはあまりおすすめできません、うん。なぜならば自分で来て自分ででしょ、うん、判断するでしょ、
うん、まあもちろんグループの場合はみんながね褒めてくれたりすると思いますが、もう褒めるという中にもおべんちゃらもありますから、うん、ちょっともうね、必ずしもね本当に上手とは限らないので、もうごめんなさいね、こういう言い方したら失礼ですけどね、うん、でもだから本当の賞賛で本当の評価を得たいという方には、やはりね、月1でもレッスンに通っていただいた方が、ね、うん、いいと思いますよ。はい、まあ今のね、カラオケで行くとき、一人とグループどちらがいいかという質問にお答えします。どちらも OK。はい、はい、ということでした。はい、次に。はい、はい、真似をしてもいいですか？あ、真似をしてもいいですかっていうのは、これお猿さんの真似？違います、絶対。何の真似？アーティストじゃないかな。ああ、なるほど、うん。そうですね、美空ひばりさんとかね。うん、それから最近で言うと誰？グリーンとか、あ、うん、ね、それからスマップとか、うん、ね、いろんな方のね、真似をしていいですかって、実は私もよく聞かれるんですね、うん、先生モノマネするので、うん、のユーミンとか、うん、イルカさんとかのモノマネ得意最近は瀬川英子さん、わかる？あ、わかります、もうもういいからもうすばれていた、あ、もうもね、よく真似するんですけど、はい、モノマネはですね、その方のいいところ、うん、ね、いいところも学習できるっていうか、うん、声の出し方もね、一番いいのが顔の表情とか歌う時の表情もモノマネすると、うん、あ、どこの器官を使ってるんだなって、ね、この方顎の使い方上手だなんですかね、うん、このね、ほうれい線ね、うん、ここをアップして、ああ、ここのね、顔の表情筋の使い方上手だなとか、うん、いろいろあるんですよ、うん、モノマネとすることによってその人のねいいところを真似ていくっていう意味では、うん、モノマネは、結構です、うん、大いに結構。ただ悪いところまで真似してしまうとですね、例えば息継ぎが良くない、ブレスって言うんですけど、ブレスコントロールね、うん、それから低音が出ないとか、うんうん、そこまで真似するとね、皆さん良くないですのでね、うんうん、そこのところは、あ、ここはいいなってね、ここはねみんなが認めるね素敵なところだなっていう ところだけを真似していただくとよろしいかと思います、うん、はい、それから最後です、はい、どうすれば心に響きますか？心に響き、これは奥が深い質問ですね。どうしたら心に響きますか？何が？歌？歌ですよね。まあね、そうですね。伝えるためには深く考えてね、歌詞を深く考えてね、掘り下げて、私はここの悲しいをどう表現しようかとか、うん、ここの嬉しいをね、うん、どう表現しようかとかいうことに少しこだわりを持って歌われるといいかな、うん、やっぱり以心伝心と言いますかね、うん、心で思っていることはどんなに隠しても表に出ます、うんうんうん、よく言われることが歌うと心の中動揺まで全部すっポンポンになるんです。うん、要はね、裸になるような、うん、心のね、さらけ出すという、うんうん、どんなに隠しても出るんですよ。ですから緊張するとね、手が震えるとかね、目がうつるになるとか、うん、いろいろありますよね。そういうことなんですね。ですから伝えるためには堂々と意見を言う、うん、まあ歌は訴えるという言葉の中から歌うという言葉ができたので、うん、その訴える何を訴えたいか、ね、そこをねよく考えて歌われると相手の心に響く歌が歌えるようになると思います、はい、はい、レイカさん、この3つの質問でよろしいですか？はい、はい、ありがとうございます。ということでですね、もう時間もね短いですからね、うん、まあ、ここでちょっと宣伝させていただきます。私ミッキーはミキマウスじゃないですよ、うん、峰山絹代でミッキーなんですけどもね、はい、カラオケサークルメンバー募集をしております。実はですね、今ね4カ所でね、うん、サークル、持っていこうかなと思います。2カ所はもうすでに決まったんですけど、うん、はい、まず上王者の公民館ですね、098897-2043 なんですけどもね、月2回のレッスンをしております。第2と第4の火曜日です。時間はですね、午後の7時から、ね、8時ですね、まあ、1時間なんですけども、
レッスン料が2500円でですね、うん、あのね、こちらではあの新しい公民館なのでね、うん、あの施設もトイレもねとても綺麗、うんうん、全部全自動、うん、全自動というのは洗濯機みたいな、ね、で駐車場も広いです、うん、あぜひね、あのレイカさんも遊びに来てみてくださいね。はい、そして茶壇老人福祉センター、これはもうの 先週までね、うん、あの講師であの雇われて、うんうん、あの技能安心に雇われて、はい、あの赤部という、老人センターのですね、うん、あのそのとあの技能安心のね、うんうん、両方からね、雇われまして、はい、こちらではもう毎週木曜日やっておりましたけれども、うんね、3ヶ月間ということだったんですけどもね、あまたその後サークルにするかどうかということで、うん、今ちょっとあの検討中ということで、うんはい、ここはもう多分サークルになるとすれば毎週木曜日ですね、うん、毎週木曜日って言っても 1週目2週目とか、うん、あのちょっと月2回にはなると思いますので、ねまあ、同じ条件でね、うん、させていただこうかなと思います。まあ、15名以上集まったらね、あの開始ということなんですね、こちらではね。それから宜野湾市の同じ、老人福祉センターでありますが赤道の方です、うんうん、あ赤道の方じゃない、すいません、入原の方、入原の方にもあるんですね、うんうん、老人福祉センターがね新しくできた、うん、そこもあの今、先生できませんかということでお話が来てます、まあ、人数が集まり次第そこでもさせていただこうかなと思ってます、うん、そこはまだ曜日が決まってません、うん、で、今そうですね、茶壇老人福祉センターねはもう決まってます、うん、もう昨日やってきました。お、はい、ありがとうございます、はい、そこではねあの、まあ、ゆくゆくは合唱にしたいということなんですけど、今メンバーさんが、まあ、15名でね、うん、あのまあ、一応、から始めましょうということになってるんですけどもね、はい、そこではあの今いろんな曲を教えてます。演歌動揺動揺心が動揺するのと動揺ね、うん、あのさっちゃんがねとかね、うん、あんな感じのものとかね、それから、名だそうそうとかね、うん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 、まあ、そういういろんなねジャンルのね、うん、の曲をあの皆さんの希望に沿ってね教えてあのご指導させていただきたいなと思います。そこではボイストレーニングもしております。声の出し方ね、うん、これは女性集会です。で年齢関係ありません。だから老人福祉センターのメンバーさんじゃなくてもいいということです、うんうん、女性集会ですから年齢若い方もいますね、月2回です。今はですね、あの今週行ったので来週お休みでその次です、はい、1週目と3週目に今させていただいてますけどもね、こちらはあのレッスン料が出ます。2000円、ね、ほど出ます、はい、ということであのそちらもあの段が入ってるんですね。カラオケ段が入ってるのでね、うん、あのいろんな曲、最近の曲、海の声、ね、海の声が聞きたくて英雄の宣伝にね、うんうんうん、ああいう曲もねやっていきたいなと思います、はい、ですのであのぜひあの、ね、興味のある方は、090-6858-4578 レイカさん、私のあそうありましたね、はい、レイカさん持ってはい、はい、に、お問い合わせください。はい、ということです。はい、まあ、サークルではですね、どんなレッスンしてるのという質問が今ありましたので、ちょっとお答えしますね。まず、最初に、ストレッチ体操します。うん、でストレッチをしながら、ね、首の筋肉、首周りの筋肉、主に、横隔膜周辺のね、筋肉をリラックスさせて、それから表情筋の、マッサージもしますよ、うん。ストレッチもして、その後、キーボードで、課題曲、うんうん、例えば芭蕉布だったんですけどね、芭蕉布のメロディーを弾いてまた発声練習をして、それからカラオケに入っていくわけです、うん、カラオケをね使ってカラオケの伴奏に合わせて皆さん打っていただくっていう形ですね、うん、昨日なんですけどゲームしました、うん、腹式呼吸ねをできるようになるために袋ですねを用意しまして、うん、買い物袋があるでしょ、あれにストローつけてね、うん、ゴムで湯沸いて、うん、勝負するんです、うん、皆さんね。でこれいっぱいにするのに結構うん、ほらお腹使うでしょ、ふっふっふって吐くでしょ、それで、いっぱいいっぱいになって風船膨らませてくれたら、風船じゃないな、ポリ袋が膨らんだら、うん、クイズに答えてもらって、うん、っていう形で先着
5名の方にというか、ね、形で、スピードくじを引いていただいて商品が当たるという、うん、そういう勝負しました。じゃあ皆さん一生懸命やはりね、年をね重ねても、学校卒業してね、何年になってもですね、そういうなんていうのかな、楽しみ、うん、娯楽も必要なんですね、うん、だからね、まあ、一石二鳥も三鳥もあるわけですね、うん、脳トレにもなるしね、また腹式呼吸の練習するために毎日やってくださいよって言っても、うん、皆さん分かっててもやらないでしょ、うん、例えばペットボトルをぐしゃぐしゃにしてなんて言った、教えたよね、デイカさんに。ペットボトル、うん、ぐしゃぐしゃにしてふっふっふって膨らまして、ね、それも 腹式呼吸の練習になるよっていうことね。それに、あ、はい、ということで、もうね、もう時間経つの早いですね来週の土曜日の、まあ、11時半からミッキーのミラクルハッピーデイ、次回もよろしくお願いします。ミッキーでした。